全道大師ご神寺は中国先生小西安市愛田県にある州南山の麓に位置している。今流は精神以前であると言われている。隋の海王十四年に構想である城号帽子が御事のりにより建築事業が始まり正式にご神寺となった。隋唐時代に全道大師がこの地で浄土宗を広めたことで中国国内はもとより 日本や海外でも市長がいた場所として有名である。追悼時代には多くの構想がこの地に集まった。情報防止に始まり、絵蝶、宝と、宝条、聖像、空像、絵音、絵元、補強、慶宝、玄華、玄義は、宝蔵、恵みつまびらか、新居、祖金などの構造がこの地に足を踏み入れた。中でも日本の法年商人と親鸞商人にも多大な、 影響を与えた、禅道大師もこの地で修行に励んだ。またこの時代には、日本や朝鮮から多くの僧侶が留学に訪れた。また、日本でも有名な白巨位はここで死を歌い現代でも有名になっている。当時には、僧侶の数は千人余りが修行を行い、北院南院竹林寺、水陸道場、華厳院と共に6つの寺院があった。 現在では行くよもの王朝を経た結果、かつての輝きはなくなってはしまったものの、いまだに先行を挙げに来る人々は、耐えることがない。ご新寺360百科。baike.so.com。2020年11月21日閲覧。浄土宗神聖意義的根本想定。ご神事、浄土宗文庫、浄土宗。 www.jtzhome.com2020 年11月21日閲覧 u 神新寺三360百科 baike.so.com2020 年11月21日閲覧集南山過去神事門庭霊落ち総教的聖望選挙 www.sohu.com 2020年11月21日へ閲覧。ありがとうございます。